5月3日熊本発東京ディズニー、えー、2泊3日ワンデーパスポート付きのツアーで、えー、4万4800円というです、ね、破格の超激安のツアーが出ましたので、えー、ご案内いたします、えー。出発は今申し上げましたように5月3日です。2泊3日ですね、5月の5日のお戻りになります、えー。フライトなんですけれども、ここはです、ね、ちょっとまあ安くなる、味、ま、噌、あ、になるんですけども、 えー、熊本発9時20分そして羽田ではなくて成田に向かいます11時5分成田着でそこからですねバスが東京駅まで出てますのでそれで移動していただいて都、えーまあ、内に来るという形になりますワンデーパースポートついてますので大体いい普通はまあ2日目にまあ遊ぶ方が多いんではないかと思いますで3日目はですね成田発18時10分 えー、で熊本着が20時15分ということなので、えー、夕方ですね。なので、午後までまあ、しっかり遊べるという感じになります。帰りもまたあの東京駅からですね。成田まで、えー、バスを専用バスを利用された方がいいんじゃないかと思います。あの有料ですけれどもですね。安いです、えー、ホテルは、えー、ディズニーリゾートからですね。えー、これ約3キロタクシーとかもすぐなんですけどものあのファミリーリゾートフィフティーズ。 高米浜というホテルを利用いたしますえ残席がですねこの価格の分は非常に少なくなってますので早めのご予約をお願いしたいと思っておりますちなみに私もこのツアーを利用したいと